27月28日です、とうとう、まあ、オープンができませんでした、7月中に。はい、まあね、まあ、ちょ今日はすげえ体疲れが来てたんで、午前中ちょっと休んで午後からやります。はい、まあ、こんな感じで残ってるところにちょっと板打ち付けていきますわ。そんな感じです。はい、今回はですね、ようやく8月入って、ファイル上は8月入ったのかな、これ4月かな、でも8月だわ。一応、うん、8月は入ったな。まあ、どうでもいいんだけど、まあ、こう、今日の動画で、今に、ウッドカーペットなるものを敷いてみました。なんでかっていうと、弱いんですよ、床が、どうしても。なんで、床を多少強くしたいので、ウッドカーペットっていうのを、買ってきました。で、多分新品未使用で、6畳用だったかな、うん、それがね、なんとね、3300円で、しかもハードオフ売ってたわけで、多分売った人もウッドカーペットを好奇心で買っただけだったんだろうね。ウッドカーペットってすげえ扱いづらいんですよ。なんでかっていうと、やっぱり木の板をなんか繋いで合わせた蛇腹みたいなもんだから、搬入とかっていうのがすげえめんどくさい。で、それでいて、やっぱりウッドカーペットっていうものだから木なんだよね。だから、畳めないよ、丸める以外。だから多分、その搬入の仕方まで頭回らなかったんだろうね。だってずっと物置にも眠ってて、それを出しただけで、まあ、使わないからって言って売ったらしいっすね。ハードオフの店員はって。だから、あれを3300円ってすごいことなんですよ。だってウッドカーペットって4万5万するから、あれはね、なかなかいい買い物だなとは思いましたね。よっしゃ。はい、じゃあここは終わりました。あとはここ縦にね、打ち付けて終わりです。はい、まあ、ようやくね、終わりは見えてるんだけれども、意外と終わりが見えてこないんだよなーっていうもどかしい時代っていうか、まあ時でしたね。いや、しかしね、今年のね、梅雨に雨降んなくて、まあこの時にはかどったっていうのはでかいっちゃでかいですけどね。あとはもう台所もそこそこできて、で、この洗面台も移動できたし、洗濯機も出せたんですよね。脱衣所から出して。やっぱりその排水口の延長を夏前にできたっていうのは、これまたでかい話ですね。で、これはですね、ちょっと、板を増し張りをしたいので、まあ、これを、ちょっと杉板余ったんで、それ杉板で、増し張りしてます。本来こういう杉ってね、こういうことには使わないですよ。だから やめてほしいですよ。で、なんでそういうことをしてるかっつったら、はい、まあ、一応ですね、バリアフリーが完成しました。はい、ドドン。まあ、こんな感じですね。まあ、これ以上できないです。もうこれでやる気がないですね。まあ、十分バリアフリーです。十分バリアフリーです。はい。まあ、ジョイントマットを切るのもね、多少心もこないからね。まあ、今年はこれでいいと思います。はい。じゃあ次あっちの部屋やっていきましょうか。はい、じゃあそこをバリアフリーにしていきますか。まあさすがにね、これは本来床に埋めるべきものだけど、まあ、それが出っ張ってるからね。まあ一応急遽ね、これをこう作ったんで、まあそうなりました。まあ、ちょっと硬いね。まあ、硬いのはここはスポンジがあるからなんだけど。まあ、でやっていきましょうか。はい、で、これ書斎ですね。まあちょっとした直しをしてます。まあこういう細かいところに移れたっていうのも、まあなかなか進んだ感じっすよね。はい。ちょっとね、足りないからどうしよう。まあ一旦保留だね、これ。まあどっか置いとくわ。
保留にしておいてます。多分俺部屋のねベッドの中に使っちゃっていいと思います。はい、それかまあそこでもいいか。とりあえず俺部屋のベッドに確定で、じゃあ次は、はあ、4人泊まっただけでいいや。さてどうなることやら。はい、まああとはですね、ジョイントマットをバン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 敷いていけばいいかなっていう感じですね。やっぱり下断熱材が入れられたところっていうのは全然違いますよ、ほんと。何が違うかって言ったら、暑さも違ければ寒さも違いますね。で、まあこれを吹き込んでるのが10月の 4日ですね。で、ちょっと秋っぽいのを通り越しようとしてるかなぐらいですね。でもまあ変わったね。おととし去年に比べたらめちゃくちゃに暖かかったし、夏場めちゃくちゃに涼、めちゃくちゃではないけど、全然涼しかったですよ。だって家の中にいられないぐらい、暑かったですもん。めまいがしちゃうぐらい。この、ちょっと衝動買いをしてしまいました。ウッドカーペットってどんなもんかね。ちょっと敷いてみよう。結構分厚いからどうなるかって感じだね。おやっと思ってハードオフで見つけたら一発で見つけたんですけど、なんかね、5、6年売れてなかったらしいよ、店員曰く。多分未使用だもん。確かにウッドカーペットってあれさ、使いづらいからね、しょうがないかな。ちょっと開けていきますか。臭いな。この出っ張り分どうしようかな。切るか。じゃあまあ一応、ああ足りなかったか。ブルーにはそんなことなく、カーペットって調整効かないから人気ないんで、安く買えるけど、まあ、ちょうどそれを狙って買ったんだけど、まあまあまあいい感じだ。まああとはジョイントします。あ、ジョイントマットでいいや。よし、じゃあこれは、まあ結構これ指挟むから危ないんよな。いやーでもまあいい色合いになったな。足りねえ。足りねえよ。はい、あとはジョイントマットでお渡しますか。はい、でこれは8月1日で8月4日に今年オープンしました、まあ、プレオープンですね。でちょっと冬場はオープンしませんで、10月20日までのプレオープンです。まあ結構もう時間ないけども、まあ短期滞在とかの、DM、ツイッターからお願いします。まあもうちょい整備していきます。バイバイ。